岡山香川の絶滅危惧種に会いに行き、その生態を知る絶滅危惧種ハンター矢野みなみ。見つけた、いた。これまで番組では様々な絶滅危惧種と出会い、生き物が暮らす環境の変化について学んできた。しかし、絶滅危惧種に会いに行くこと、それは決して簡単な道のりではない。今回は最も過酷だった絶滅危惧種探しを矢野アナ自身が振り返る。矢野みなみが選ぶハードすぎる絶滅危惧種ベスト5。これまでいろいろ探してきてやっぱ大変ですか？見てるのとやるのって本当に違うからね。これ一つ言うとかなり過酷、超しんどい。まあ、年齢的にその昔より動きが悪くなってるのかなとか、まあ、体重の増加とかもありますけれども、そこじゃない気がします。裏側が夢に出てきて、思い出しただけでちょっと怖いけど、最終的に愛着が湧いた可愛らしい生物でした。カブトガニ。2億年前からその姿形を変えることなく存在し、生きた化石と呼ばれるカブトガニ。開発によって住処を追われ、生息数が激減したという。これカブトガニですか？そうですね。でっか、ちょっと怖いくらい動いてますよ。え、うん、こんなに足いっぱいあるんです？そうですね、全部で10本ありますんで。カブトガニ博物館で保護されているカブトガニ、特別に水槽から出してもらうことに。よかったら持っていただいて、こうやって挟まれても痛くないんで。あ、そうですか。そうなんですよ、思った方がいいですよね。離しますね。わあ、かわいい。いや、痛くないんですけど、ちょっと怖い。私ね、実は蜘蛛がめちゃくちゃ苦手なんですよ。あ、そうなんですね。蜘蛛ですよね、これ裏側。あ、握手握手。わあ、仲良くなったよ。山田さん、顔がこわばってますけど。いや、本当にかわいい。仲良くなったところで、笠岡市の干潟でカブトガニ探しスタートです。この辺にいるんですか？そうですね、今まさに立ってるこの場所にカブトガニがいますんで、とにかく踏まないように慎重に、うんうん、まあ、我々でも、まあ、ちっちゃいカブトガニになるとわからなくなってくることありますんで、はい、カブトガニがいるのは泥の下。踏まないよう慎重に細心の注意を払って探すはずが、あ、結構沈みますね。え、そんなに？すみません、見て、私すごい沈んでるけど。東川さん全然沈んでない。干潟でカブトガニを探すことおよそ20分。土がこう動いてる感じですか？そうですね、見た目は。あ、え、見たかも。ちょっと待って、これ違う、これ違う、これ。そうですね。あ、いた。そうですね、ひっくり返してみてください。はい、いた。すごい、カブトガニ発見、見つけちゃいましたよ。すごい、見事小さなカブトガニを発見。カブトガニ博物館の保護活動によって現在カブトガニの数は回復傾向にあるという。2億年もの時を生きるカブトガニと触れ合うことで、また一つ環境への思いが強くなった矢野アナであった。焦って焦ってどうしようっていう、編集やばいかもしれないっていう恐怖に陥りました。磯村舞舞、うん、香川県のある特定の場所にしか生息しない幻のカタツムリ、磯村マイマイ。その上1センチに満たないほど小さいということで、今回はかなりハードルが高そうだ。すみません、多田さんでいらっしゃいますか？どうぞ、いらっしゃい。こんにちは。
カタツムリの専門家、多田明さん。子供の頃からカタツムリを愛し、60年以上にわたり全国各地でカタツムリを探してきた。私カタツムリと言ったら、ごめんなさい、一種類しかいないものだと思ってて、そのたくさん種類がいるんですか？日本で800種類ぐらいあるんですよ。まだ名前のついてないのもいっぱいありますね。たくさんの種類の中でも珍しいカタツムリを見せてもらうことに。大分県の離れ島におる深島コベソマイマイと言います。私の地元です。ヤナナ、ふるさとのカタツムリと運命の再会。触らせてもらうと、うわ、なんか私の、あ、痛い、噛んだ。本当噛んでる、ただ。さ、そんなことをするかな。僕今までかじられたことないですよ。カタツムリと触れ合ったところで本題の磯村マイマイ探しへ。わずか2坪ほどの特定の茂みにしか生息しない幻のカタツムリ、かなり難しそうだ。山道を進むらしいんですよ、地図によると。不安しかない。この辺じゃない？とりあえずこの辺を捜索しましょう。わずか2坪しかないという生息範囲。なんか葉っぱにくっついてるって言ってましたよね。そう簡単に見つかるとは思えないが、こういうところにいるのかな。なんと捜索開始から1分10秒で幻のカタツムリらしきものを発見か。これ磯村マイマイだったらどうしよう。違うよね。早すぎるロケ展開に撮れ高を心配するスタッフと矢野アナ。確かに写真で見た磯村マイマイと似ているが、多田さんに写真を送り確認してもらうことに。これは磯村マイマイですか？送りました。もしもし。もしもし、多田さん、画像見られましたでしょうか？はい、見ました。 OK です。ちょっと待って。なんと捜索開始から2分足らずで磯村マイマイを発見。殻の直径が6ミリほどしかない小さなカタツムリを発見したことで、絶滅危惧種ハンターとしての才能を大きく開花させた矢野アナであった。大したもんですよ。矢野さんが来るのを楽しみに待っててくれたんかもわからんね。カタツムリにまで愛される矢野アナであった。もう船酔いがすごく、何時間も船に揺られて、確か5時間半だったんですけど、ただね、見つかった時の幸福感が涙出そうになるぐらい本当に興奮したの。この生物はスナメリです。美しい海に住むクジラの仲間、スナメリ。この愛らしい生き物に早く会いたい。しかし絶滅危惧種に指定されるほどスナメリの数が減っているのが現実。矢野アナにとって過酷なロケとなった。スナメリを探しに瀬戸内市牛窓町の前島へ向かう。そこで早速矢野アナに試練が。これの波高い方ですよね。今高くはないんですけど、はい、これぐらいの波でもすごくもうその人間が発見する確率は低くなります。スナメリが現れるのは息継ぎをする一瞬だけ。これくらいの波の高さでも見つけるのは難しいという。捜索開始から5時間半が経過。結局この日はスナメリを発見することができなかった。スナメリは本当に減ってしまっているのか、地元の人に聞いてみると。これ知ってる？お父さん、これ今減っとる。これありますよ、どけそうよって。
土幻草よ、土幻草。土幻草？うん、船で一緒に泳ぐ。へえ。海にいないっていう風な話。ほら、今おらんの、おかしいな。海が変わったんじゃなと思うよ。1ヶ月後、諦められない矢野アナは再びスナメリ捜索に向かうも、頭の部分が、顔が見えた、顔が見えました、スナメリの顔。この日も丸1日船に揺られたが、スナメリらしきものを確認したのはほんの一瞬だけ。やはり諦めきれない矢野アナはついにエリアを飛び出し山口県へ。岡山市内から車でおよそ3時間30分の場所にある山口県の周防大島にやってきました。この日は波も穏やかでスナメリ日和のはずが、悔しい、いない。諦めかけたその時、そこ、あそこ、その島の、なるほど、11時の方向。あ、そこ、すごいですね、先生。そう、あっちにもいる。すごい。あ、飛んでる。こっちにもいる。こっち、そこにもいる。ビーバー、スナメリビーバー。なんと、スナメリの群れがすぐ近くに。上空からの映像にも、スナメリたちの優雅な泳ぎがしっかりと映っている。長時間船に揺られ続け捜索が大変だっただけに、たくさんのスナメリに出会えた感動はひとしお。また会えたらいいね、スナメリ。矢野みなみが選ぶハードすぎる絶滅危惧種ベスト5。アビー共感。気になる1位は番組の後半で。絶滅危惧種ハンター矢野みなみ。これまで岡山香川のさまざまな絶滅危惧種と出会ってきた。中でも最も過酷だった絶滅危惧種探しを矢野アナ自身が振り返る。過酷さの一つは夜見つけに行ったっていうところがポイントで、照明はいっぱいつけてるのにそれでも真っ暗なの。カメラさんどこ、音声さんどこ、いなくなったらこれ分かんないんじゃないっていう。みんなが無事に最後車に乗っててよかった、生きてたって思いました。オオサンショウです。世界最大の両生類オオサンショウウオ、大雨災害などで流されてしまうことも多く、近年急速に数を減らしている。今回は夜行性のオオサンショウウオに合わせて夜ロケを観光するが、大丈夫？大丈夫？大丈夫。すごい寒さ。夜の川、冷たい水、壮絶な試練が矢野アナを襲う。いないですね。捜索開始から1時間が経過と、その時。いたの？見つけたかった。ああ、はい。でかーい。大きい。そこで。オオサンショウウオを発見。発見した個体には岡山オオサンショウウオの会が識別番号を振り元の場所へ返す。かわいい。赤ちゃんのハイハイみたい。我が子が歩いたみたいな。その後、矢野アナも自分の目でオオサンショウウオを発見。ちなみにオオサンショウウオが怒った時に出す体液が山椒の匂いに似ていることがオオサンショウウオの名前の由来。本当に山椒の匂いがするのだろうか。すごい香りする。山椒っていうより、まあ、あの汗かいた時の脇の匂い。森をね、森の中を、およそ6時間さまよったんですね。疲れ、敗北感。あの帰りの車の中の空気は一生忘れないと思います。日本リス。
岡山県の絶滅危惧2類に指定されているニホンリス。警戒心が強く、小さくて素早い動きのニホンリスに果たして会うことはできるのか。もう勝負ってことですね。この回は絶滅危惧種ハンター対決。カジ矢野チームがニホンリス、マシンガンズチームがニホンイシガメ。どちらが先に見つけられるかの勝負だった。これどんぐらいの広さあるんですか？とこの森自体はだいたい16ヘクタールぐらいの森が、まあ、16ヘクタール、遠くの方。カジ矢野チームがニホンリスを探すのは東京ドームおよそ3個分の森の中。動いてる時は結構木のこうちょこ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 渡りながらこう歩いたりとか。広い森の中で素早くて小さなリスを探すのはなかなかの難易度。ここで大ヒント。リスがいる場所にはある目印があるといいます。森のエビフライって呼んでるんですけど。何？面白い名前です。森のエビフライと呼んでる。森のエビフライ、はい、日本リスがいる場所にはエビフライにそっくりな森のエビフライというものが落ちているそう。なんでもリスが食事をした後にできるものらしい。あ、これじゃない？え、何？これですか？これですね。すごい。矢野アナが森のエビフライを発見。森のエビフライはリスが餌である松ぼっくりをかじった跡だという。しかし肝心のリスは影も形も見当たらない。開始から4時間経ちました。4時間経った。4時間ほぼ歩いてましたよね。そして勝負の結果は、日本イシガメを発見したマシンガンズチームが勝利。カジ矢野チームは日本リスの気配すら感じられず完敗。涙を飲んだ。私もいつかこれだけはリベンジしたいと思ってます。逆に見るまで死ねないそれぐらい来てるかもしれない。絶対見たい。カジさんも同じ気持ちだと思う。絶滅危惧種に会いに行く、それは決して簡単なことではない。しかしそれぞれの出会いを通して瀬戸内の環境への思いはより強くなっていく。絶滅危惧種ハンターはこれからもその歩みを止めない。